インテークをつけていくのですが、その前にちょっとね、塞いじゃう前にちょっとオイルさしたいんですよ。うん、こういうとことか、このあのリフターのとことかね。うん、なんで、ドレーンボルトをよいしょ取り付けに潜ってきます。よいしょ、じゃあちょっと行ってきます。ついでにあのオイルパンの油汚れも全部一回掃除しまして、まあまあどうもあのオイルパンの奥のところもオイルが漏れてるっぺーな。合金がビトビトになってる。まあいいや、どうしよう。よいしょよいしょよいしょ、よっこらせ、あれ出れない、よっこらせ、よし、はい、それではオイルをちょっとずつ差しておきます。ね、よいしょよいしょ、まあね、一回クランクしちゃうとオイルはあのすぐ回るんですか。よいしょ、うっとっとっと、はい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 、腰が痛くてですね、もうふにゃふにゃにゃにゃ、ああちくしょう、くそいて、気をつけなきゃなんないのはバスケットの方へ行っちゃわないように、腰が痛い、よしこんな感じと OK かな。では、もうインテーク乗せるんですけど、さっき言ったここね、ここにもう一度、ガスケット、液体ガスケットをちょっと塗ります。もうちょっと上行きたいな、こっち。ここは、よし。微妙になんですけどね、これが。よしよし。こっち側は、よし。大丈夫だな。じゃあちょこちょこ塗ってみます。はい、ボルトナット、ボルトとワッシャーも掃除しました。ちょっとひしゃげてるんだよな、やっぱりグーって入っちゃってるから、まあまあでも、うん、よし、あガスケット塗ってないっけちょっと塗ってきます。今インテークが乗りました。それでは規定数値、まあインテークも同じなんですけど、順番と規定数値に沿って、今一段指で回るだけ回してつけてるとこですね。でここから、規定数値よりちょっと前の、数値で一回順番通り締めて、で最終の規定数値で全部一回いくっていうところまでやっていきます。では、はい、インテークつきました。そうですね、ちょっとこのインテークあれですね、この2本がやりにくいですね。うん、あ4本ね、向こうとこっち、うん、それプラス、まあ大体そうなんですけどね、それプラス大体のインテークがここがね、結構や精度によってなんですけど、
精度がいいやつだとなんとかなるんですけど、すごい精度悪いやつとかもあるんですよ。ええ、そういう時ここすごい苦労しますね。ここ削ったりなんやかんやしたりとかでね、盛り上がっちゃっててボルトがまっすぐ入んなくて隙間が空いちゃうとかね。まあ隙間空いても漏れなきゃいいんですけどね、こっちもすげえやりにくい、ここが高くなればなるほどね。でこ、もうちょっと光年式になるとこう、91だっけかな、忘れたんですが、ここの4本の角度がもうちょっと角度が変わってるやつがあるんですけどね、まあそれでもトンネルラムみたいになっちゃってると結構やりにくかったりするんですがね、まあなんとかつきました。まあこれでね、どっかから何か漏れ、この辺からオイルとか漏れてくるんだったら締め込んでやるっていう感じですね。よし、これダメですね。ゴムが今規定トルクで締めてるんですけど、今3回目やり直してゴムがね出てきちゃうんですよ、ビヨーンってちょっともう一回外します。ダメだこれじゃ。いやー参ったな、これ使うのやめますよ。何回やってもこうブニって外へ出てきちゃう。ダメだ。なんで光年式みたいに液体ガスケットでそこをやりましょう。ちくしょう、もう何回やり直してんだって話ですよ。まあでもなんとかここまで来たか。今ちょっと佐伯くんに電話してお酒が置いてあったのでありがとうねって、それすら気づかなかった。まあいったね、こんな時間かっちゃうとはね、インテークだけで。あれ使わなきゃね、一番最初のトルクかけて OK ですって言ったところでもう終わりだったんですよね。よく見たらね、前後のガスケットがブニョーンなんてはみ出しちゃってたもんで、はあ、えらい目にあったな、クソ。